IIS、インフォメーションインテグレーティングシステム。これを実際に用いた情報発信の流れを概略説明いたします。すでに説明した内容でもありますけれど、ログイン画面。こちらからログインしていきます。これは個々に振られた ID、パスワードによって入ることができます。で、こちらでメニュー画面にしますと、ドキュメント、すでに作成しているドキュメントというのができてきます。まあ、ここでは新たにドキュメントを作成するということで、フォルダー管理、こちらですね、メニュー画面にはフォルダー管理、あるいは D ノート、ブログ、IIS 管理というのがあります。この下の方は情報を発信する内容、そして一番下は管理画面ということで、これは管理画面に関しては、管理者だけが設定できるという、そういう画面となっています。したがって、通常ユーザーサイドでは、フォルダー管理、ドキュメント管理と、そういう内容となります。それと、D ノート管理、ブログ管理ということになると思います。ではですね、こちらの中のフォルダー管理を除いています。すでにフォルダーがいくつか作られています。で、こちらの閉じる展開というのをすると、こちらのフォルダーがですね、ツリー状になったこちらのフォルダーがずらずらっと見ることができます。ということで、こちらに、いわゆる、ID に相当する方のフォルダ、ここでは健康の友以下ですね、振り返ってみて、システム関係提案、薬剤師会関係、食とのユーラシア関係、まあ、そういった内容のフォルダができています。ここでは、振り返ってみてということで、薬局開局当時からの概要ですね、まあ、周年記念ごとにデータをフォルダに入れ込んで、それをドキュメント化しようという試みを行っておりますので、その内容で見ていただけたらと思っています。こちらをクリックしますと、フォルダが見えます。もうすでにこういうフォルダを作っています。5周年記念、それから10周年記念シート、15周年記念の DVD、25周年、で、先々30周年、編集雑貨、思いの形にと、まあ、そういう内容ですね。実は、この画面でフォルダを作成するというふうにすると、こちらで新規フォルダというのができます。こちらですね。はい。で、こちらのフォルダの色もですね、変えることができますので、こういうグリーンですね、しました。で、これで変更しますと、フォルダが確定しまして、ここにグリーンの帯状のついた新規フォルダができます。で、これを右クリックで内容編集しますと、新規内容ですと打ちますと、このフォルダーのいわゆるコメント文が入力されると。で、こちらのフォルダに出てきます。こういう形ですね。したがって、フォルダーをどんなフォルダーかというのが、ここの4、5行の箇条書きによって識別、判別できるということになります。まあ、ここではこの新規というのは使いませんので、この新規を右クリックして、フォルダ操作にしますと、こちらですね、下の方でハイチェック、変更にしますと、このフォルダがなくなります。それから、後々ドキュメントを実際に作成します。ドキュメントを作成するというのは、この、今ですね、こちらにフォルダができています。このフォルダの順番に従って、中に入っているデータの見出し、内容説明、そういったものを集約して文章化しようと。いうのがドキュメント作成ということになります。したがって、もしこれをですね、一番最後に雑感、編集雑感と書いてるのを、これを先頭に持っていきますと、そうすると、これが先頭に来て、そして、ずらずらっと順番にドキュメントの作成ができるということになります。ちょっと試しにこれでドキュメント作成してみましょうか。そうすると、ドキュメント作成をクリックしますと。これですね。最初のタイトルは、これはメインの親のフォルダの中に入っているコメントですから、これはそのままです。そうすると、編集雑感と。これですね。本来一番最後に来るはずの情報が上に来て、そしてずっとフォルダの順番に並んできます。で、こういったものというのは、これですね。
15周年記念 DVD の内容の中にお薬講演の内容だとか、患者さん用の薬情報、関連写真、そしてその中に孫ホルダーまで入っているということで、こういうことが見ることができるということになります。元に戻します。先ほどのフォルダーですね。あ、元に戻ってますかね。雑感が一番最後に来ますね。で、これでこれは一番最後に来るということにしましょう。よろしいですかね。で、来たところでもう一度ドキュメントを作成してみます。そうすると、先ほどのドキュメントがこういう形、5周年から10周年、15周年ということで、一番最後に、編集雑感が来るということです。もう一度ちょっとフォルダー管理のところを確認しています。振り返ってみてですね。で、ちょっと位置が違ってましたので、先ほどお気づきだったと思います。一番最後じゃなくて、最後から3番目でしたから、途中で、あ、おかしいなと思われたと思います。これ実はこういう形にしまして、そしてこれで、もう一度メニューを確認します。そうすると、雑貨一番最後ですね。そうすると、ドキュメントのこちらが一番最後で来るということになります。で、これを実際にドキュメントをこれから、中にコメント、あるいはいろんな情報を付加するわけですね。とりあえず最初の段階でフォルダを作って文章を入れて、そしてそれをドキュメント化します。それから始まるということです。で、これで、まあ、開局30周年ということで、タイトルが、という形ですね。それでこの保存をしますと、後々のデータベースの中にこのドキュメントが、分類精査されてくるということで、今、こちら精査したのがこちらになります。リンク編集しますと先ほどのデータがこちらに出てくるということです。この中に写真やいろんなリンク付けを、後ほど実際にしてもらうということで、フォルダー形成からドキュメントの作成、そこを見ていただきました。で、閲覧者側から、この、添付された、あるいは貼り付けられた、いろんな情報、これをダウンロード可能、あるいは印刷可能にするには、管理者側がここをチェックをかけて、そして、こちらを保存にすると。すると、相手はダウンロード可能、印刷可能ということになります。まだ写真とはこの中に出てません。で、この中に、例えば、これですね、記念紙、冊子をというところを、ファイル添付と。いうことにします。で、ここにファイルを上げたければ、ファイル管理からですね、こちらですね、展開。で、これで、で、こちらに5周年記念のいろんな情報が出てきます。ですね。例えば、この写真を上げたければ、クリックして、連続的にクリックすると、そうですね。そうすると、このデータがもうすでに先ほどのドキュメントの編集で上がってきています。ちょっと確認しましょうか。ということで、こちらリロードしますと、先ほどのところにこういったものがこう来ております。ですね。従ってこういったところですね。で、これはもう関係ありませんから、これはちょっとチェックして消しておきましょう。という形で、こういう3つの写真が来ましたということになります。まあ、実際には、
ユーザーサイドがこの写真を利用したければ、ここでファイル統合で4枚綴りの写真を全部選択して、こういう形で、ドキュメント、ここ。ファイルを統合しておけば、ここですね。こういう形ですね。これを相手側がダウンロードして使うということも可能だということになります。したがって、個別の写真だけではなくて、その写真をいくつかに組み合わせたり、あるいは配置したものを利用することが可能だということになります。とりあえず、フォルダの形成とドキュメントの作成、そして、編集の一部を紹介させていただきました。